が開花したかなというような感じの今日のピッチングでした。さあ、それではそのゲームを振り返っていきましょう。中田と今ヒーローインタビューで出てきました鈴木の先発でした。中田の立ち上がり、立ち上がりは良くないですよね。3連打でドラゴンズが先制しました。これ大量点になる形のね、連打でしたから、ただビシエドがライトフライ、この3、ね、フライト、はい、ここ1点で抑えたのはまあ良かったかなと思ったんですけどね、そしてその裏鈴木の立ち上がりは川崎がレフトフライ、上の振りがやっぱりいいですよね、今宮、柳田と3人続けて外野フライに倒れて三者凡退でした。中田の3回のピッチングです、はい、これも先頭出してね、これ危なかったんですが、サインがねちょっと大きかったですね。そしてその後これは藤井のショートゴロがダブルプレーになりました。この悪いドラゴンの形は出たんですけどね、これはいい流れがホークスに来るかなと、ね、はい、思われました、はい、そして上林も初安打を放ちます。3回の裏、ただこのエンドランですよね、これ引っ張ってるんですよ、あの流そうとしてるんですよね、やっぱり転がすことが先だと思うんですよ、はい、方向性よりはね。そして結局3人で攻撃が終わってしまいました、そして4回の表、はい、ゲレーロ、これはちょっとすごい強いなね、ストライクの取り方だったんですね、はい、これでゲレーロ4試合連続のホームラン2対0です。5回の表の中田のピッチングもご覧いただきましょう、はい、これセーフティースクイズの難しさですよね、ランナーも難しいですし、はい、もう少し課題はこの辺でしょうね、セーフティースクイズの使い方っていうのがね、そうですね。そして中田のピッチングです。これ6回の表、まあ、全て同じ高さですよね、あの低いボールのね、はい、3対0になったところで飯田がマウンド、しかし代打の福田がきっちり犠牲フライを打ち上げます。これはいい仕事しましたよね、さあホークスにとって嬉しい一瞬です。これでね流れが来るのかなと思いましたけどね、豪快な一発ですよこれね、最上段上ですよ、打球これちょっと初めてですよね、あの距離はね、早いんですよね、まだ打球が、しかし、はい、ゲレーロ2本目、同じ高さですよね、ここはもう打てるポイントですよね、まあ、今シーズン会うことがないんで、もうね、日本シリーズで会えば別ですけれど、はい、そしてここはチャンスになったところで、ノーアウト1塁2塁から今宮ダブルプレー、これは大きかったですね、やっぱ4点差になったところですね、はい、変わりましたからね。ピッチャーは岩瀬に代わって、はい、ワンポイントでしたが、ね、本当にいい味を出してますね今ね、はい、抜いたボールでしたね、三振に仕留めました。9回田島が出てまいりました。スリーボールからでしたがサードゴロ、ダブルプレーになります、まあ、このダブルプレーはもう致し方ないのかなという感じでしたね、はい、最後は中村ショートライナーで試合終了、5対1ドラゴンズがホークスを下したというゲームでした。左中間スタンドの一角、